ザ・鉄腕・ダッシュは日本テレビ系列で放送されているバラエティ番組。略称はダッシュ、鉄腕・ダッシュなど。放送時間及び放送局は沖縄県を除く NNN 系列30局ネットで毎週日曜日19時19時58分。沖縄県では富士テレビ系列の沖縄テレビで毎週日曜日14時15時に放送。が 人間の限界に挑戦する新しいタイプのバラエティとして1995年11月2日に放送を開始した。当初は体を張った企画が多かったが2000年代以降はダッシュ村などの長期企画が好評を博し2014年のバラエティ年間平均視聴率ランキングでは主要獲得している。また2006年度 子供とメディアに関する意識調査において親が子供に見せたい番組第10位に選出された。また民放連から2010年5月14日2011年春に発表されている青少年に見てもらいたい番組でも本番組が選出されている。時 o の冠番組であるが、公述のスタジオ収録廃止以降はスペシャルを除き、 時代メンバーが揃って出演することは稀であり、現在は各メンバーに3人ずつ出演している。この中で、城島はほぼ毎週出演することが多い。国部と松岡は現在月に1回程度での出演となっており、長瀬に至っては、スケジュールの都合上で2009年はほとんど出演機会がなく、2010年4月11日放送の ソーラーカー日本一周最終回が久々の出演であった。その後はダッシュ島での春、秋のスペシャル会近辺や新宿ダッシュにて全員集合するのが恒例になっている。平野義和が務める番組内のナレーションでは、城島茂、松岡正宏、長瀬智也の3人は、城島、松岡、長瀬と、生で呼ばれているが、山口達也、 国分大地の二人は、達也、大地と名前で呼ばれており、時代内で故障が統一されていない。それゆえ、山口だけ姓で呼ばれることが少ない。2010年代以降は、時代メンバーの加齢などから体力を一気に消費する企画は近年少なく、移動手段も自転車から乗用車を使うことが多くなった。また、行ったとしても距離が短くなっていたり、 難易度もやや下げられていることが多く、一部の企画では、ジャニーズ事務所所属の若手タレントが代役を務める、ことがある。土曜ドラマで、メンバー主演のドラマが放送されるときは、番組内で宣伝することもある。なお、それ以外は一部の企画を除き、ゲスト枠、番宣枠が、少なく、ほぼ時代のメンバーのみで成り立つ企画が多いのも、当番組の特徴であったが、 2018年の山口脱退と2021年の永瀬卒業後は、ジャニーズ事務所所属の後輩タレントがゲスト、またはコーナーレギュラーとして加わることが多くなっており、コーナーによっては、時代メンバーが不在のまま進行するものもある。ホームページ、ダッシュウェブは、今までに放送された内容の一部や未公開部分の写真を多数公開している。かつては、 ジャニーズ事務所の肖像権管理の規制に配慮して、t o k o のメンバーが写っている写真は公開されていなかったが、2018年以降はメンバーの写真も掲載されるようになった。1995年11月2日に木曜、シニア枠で、鉄腕、ダッシュのタイトルでの放送開始。当時は30分番組で、日本タバコ産業の一社提供だった。 初の時をメインの本格バラエティでもある。司会は当時日本テレビアナウンサーだった、福沢明と山口吉江で、当初はスタジオに観客を入れたトーク形式で進行されていた。なお、若手女性タレントを中心にゲストを招いていたことも、ある。また、一時期アシスタント役で、元上まなみもレギュラー出演にしていた。深夜時代には途中で、 オープニングのロゴ映像が一回変更されている。その後、ズズズ月曜日第一部枠に移行し、1998年3月30日で、深夜枠での放送を終了した。1998年4月12日よりタイトルを、現在の、ザ・鉄腕・ダッシュに改め、日曜夜のゴールデンタイムに進出し放送時間も56分に拡大され、さらに、 半年後の同年10月18日放送分より58分へと拡大された。なお、時をメンバーは1998年3月まで同じ時間に TBS テレビで放送されていたサンマのスーパーからクリティ B ーーに出演していた。本番組のゴールデン進出に際し、本来は1997年にゴールデン進出が予定されていたが、ジャニーズ事務所の関係者が サンマのスーパーからクリーティービーの司会者であるアカシアサンマに対する恩義もあるため一年遅らせて開始することをサンマに伝えていると2014年10月15日に放送された時をかけるにサンマが出演した時にサンマ本人から語られた2000年6月4日放送より始まったダッシュ村が番組を代表するメイン企画となる ダッシュ村が軌道に乗り始めた頃になると、スタジオ収録が徐々に縮小され、2001年頃には、スタジオ収録を廃止し、全編ロケ形式に変更となり、トキオのメンバーも全員が、同時に出演する機会が減るようになった。2002年4月14日から、日本テレビ系列フルネット28局では、事前枠、ザ、直前、ダッシュを、別途放送していた。 2007年2月4日放送分より地上デジタル放送で番組連動型のデータ放送を開始。ハイビジョン制作開始が他の番組より遅くた番組がハイビジョン制作が主流の中、この番組は通常画質で制作されていたが2009年9月6日放送分よりハイビジョン制作されるようになった。 それ以前の2008年10月26日放送分から、前述のサイドパネルのデザインに加えて、企画ごとにサイドパネルのデザインが変更されるようになり、ハイビジョン移行後も、通常画質の映像の際は引き続き、サイドパネルを使用する。日本テレビのプライムタイムで唯一字幕放送を実施していなかったが、2008年7月6日、放送分より開始した。当初は、 リアルタイム字幕放送形式で行われており、後に2009年12月13日放送分から通常の字幕放送を実施している。2008年3月をもって、事前枠、ザ、直前、ダッシュ、が廃止。後に、その代替として、日本テレビ系列フルネット28局では本番組の前に放送しているミニ枠の末尾30秒にて、 当日の内容の見どころを紹介する VTR が流れ、そのまま19時からの本編へとつながる。この編成は通常放送のない特別番組や、また後枠の、世界の果てまで、行って急行列のできる相談所が19時から2から3時間の、スペシャルを放送するときも同様である。また、2012年7月1日より、日本テレビの制作する部署が、 情報エンターテインメント局から制作局へ移管した。2019年現在、深夜時代を含めると、ジャニーズ事務所所属タレントがレギュラー出演している、バラエティ番組では最も放送期間の長い番組である。2013年7月21日の放送で放送500回を達成した。かつては、CS 日テレでも2000年9月25日まで、 同時ネットされた。1998年のゴールデン進出から1999年まで、春と秋の番組開編期に、番組対抗スペシャル、スーパークイズスペシャル春は超人気番組、大集合マジカル特命丸見えバラジンダッシュこらえて、大事天竜、とメレンゲぐるぐる心余欠をシャレに引っ張れ、が放送された。2013年から、 春と秋の番組改編期に番組対抗スペシャルダッシュで一って行列のできるしゃべくりにテレ系人気番組ナンバーワン決定戦が放送されている2016年10月16日の19時20時54分には世界の果てまで一ってとコラボレーションを行い第1弾初登場となるダッシュ一って初めての交換留学2時間 SP が放送された 2018年3月25日19時20時54分には、第2弾、2年ぶり2回目となる、ダッシュ1手9、交換留学2時間 SP が放送された。ゴールデン進出後しばらくは、視聴率は低迷していたが、ダッシュ村企画が始まった2000年代は、ほとんどの回で15%以上を記録し、時には20%を超えることもあった。 現在は18%前後で推移しているが、時折20%を超えることもある。山口が降板して、以降は視聴率がやや低下しており、2020年現在は、おおむね12から15%台で推移している。かつては、プロ野球のシーズン中は、東京ドームでの巨人戦が優先されることが多いため、月1から2回の不安定な放送になることが多かったが、 2007年以降は、と休日主催試合のデーゲーム移行や、中継自体の BS 日テレ、日テレ GA の移行が増加したことで、野球中継による休止が、大幅に減少している。1998年以降、毎年8月下旬頃には、24時間テレビ、愛は地球を救うを放送するため放送を休止する。現在の番組最高視聴率は、2004年10月3日。 放送の2時間スペシャルで25.0%。過去最低は2019年10月20日放送の7.9%で NHK のラグビーワールドカップ2019日本対南アフリカの41.6%に敗れた。2014年のバラエティ年間平均視聴率ランキングではこの番組が平均視聴率18.4%で首位となった。 上記の通り、出演者の多くが、ジャニーズ事務所所属タレントとなっている。また、女性ゲストが登場する例は、極めて少ない。放送開始当初は実験、企画名の前に、テーマ別の故障があり、チャレンジダッシュ、クエスチョンダッシュなどが存在しているが、ゴールデン進出後はこれらの区別をせず直接テーマを、述べる形が多くなってきている。その大一。 二回の単発で放送され、総集編では取り上げられなかったマイナーな企画や、自習予告では放送されたものの結局、放送されなかった企画も多数ある。2018年4月25日、時をメンバー山口達也の強制わ説事件が発覚。これにより5月13日放送分から当面の、相場山口抜きの4人で番組を行うこととなった。 その後、5月6日に、山口は、ジャニーズ事務所を、退所、翌7日に、山口の降板が正式に発表された。山口降板後初回となった5月13日の、放送は、日本テレビの公式 HP にある、番組表に、それは、まるで、突然の豪雨。行き場をなくし、立ち尽くしたまま、言葉さえ失ってしまったような気がした。それでも、男たちはまた、 動き出すという意味慎重とも取れる文言が記載され、注目を集めた。番組内では事件に対する直接的な言及こそなかったものの、新宿ダッシュ、ダッシュ海岸、ダッシュ島等の企画が、事件発覚後も前に向かって動き続けていることが、紹介されたほか、ダッシュ島開拓開始以来の歴史を振り返る、VTR が山口を編集で消す形で放送。 ダッシュ島では長瀬が反射路建設を指導する職人たちに謝罪するとともに、事件発覚後も他の仕事で不在の時よに代わり作業を進めていた番組スタッフをと気づける場面もあった。また終盤には間近に迫った新男前の田植えをどうするのか、城島、国部、番組スタッフによる話し合いの模様がそのまま放送された後、 ダッシュ村以来番組に協力している福島の農家の元を城島が訪れ謝罪すると逆に秋尾さんがいたら大馬鹿者と言われたかもしれないなでもまだまだこれから大丈夫だと激励される様子も紹介されたビデオリサーチ調べによるこの日の放送の平均視聴率は20.8%であり 瞬間最高は前述の城島が謝罪するシーンで記録した23.7%だった。その後、番組内で放送する過去映像から山口の姿は消されていたが、2019年9月29日の放送で結婚を発表した城島が会見直前に三部明雄の母前に報告。この時、六人目の時をと表現した際に、 山口も含む6人が写った写真が放送され人よ、限りの解禁となった。番組の企画自体が、チャレンジ系のものが多かったためか、2000年代までは、しばしば、チェーンメールのネタに使われることがあった。内容は、大抵の場合、番組の企画で、メールが、どこまで広まり、いつ同じ内容のメールが返ってくるか、実験しているのでメールを数名に、 転送の協力をしてほしいというものである。同番組は一度もそういった企画を行っておらず、行う予定もないとコメントしており、一時期には番組の冒頭やエンディング間際や公式サイトに視聴者に対して注意を促していた。ちなみにトリビアの泉、素晴らしき無駄知識でも同様の事案が起きている。エンディングテーマはトキオによる楽曲で、マジックチャンネル。 ダッシュ・フォー・ザ・ドリーム、何度も夢の中で繰り返すラブソング、ダッシュ・フォー・ザ・ドリームと移り変わり、ダッシュ村開始以降、スタジオ収録終了と、ほぼ同時期にエンディングテーマ自体が廃止された。ダッシュ、デミー賞放送時のスタッフ一時期、千葉県木更津市にある、ケーブルテレビ局で、同番組を真似した、番組、鉄骨。ダッシュ、のタイトルで放送されていた。 1999年当時、木更津ケーブルテレビの31チャンネルで、日曜日17時30分から放送。出演者は、時キメンバーそっくりのトーキックで、内容は、本家とほぼ同じだが、規模が小さくロケ地はほぼ、千葉県内で完結していた。これは、同番組でも、企画の一つとして取り上げられ、最終的には、時キとトーキックが共演するまでに至った。 1997年8月の24時間テレビでは、この年のマラソンランナーが山口であったため、出演番組であったダッシュの24時間テレビ版として、早朝4時台の2時間を、早朝、ダッシュ、として放送した。出演者は、福沢、県の司会コンビの他24時間テレビ出演者、数人。内容は、以下の通り。これ以降も、 24時間テレビ内でこの番組のスタッフが参加したり、この番組のフォーマットを踏襲したスペシャル企画がほぼ毎年のように放送されている。特に t o k i o がメインを張る年では、これが顕著になる。2011年から2020年の元日に、元日は t o k i o 嵐の第一部としてウルトラマンとのコラボレーション番組、ウルトラマンダッシュが18時21時に放送されていた。 2013年までの正式名称は3分間で奇跡を起こせウルトラマンダッシュであったタイトルロゴも本家とは違いダッシュマンの部分はウルトラマンがスペシウム光線を構えるポーズが使用されているこの番組では至難の号とも言えるチャレンジに挑む超人をウルトラマンに例えて10分間という限られた時間で挑戦するというもの挑戦時間は カラータイマーのセグメント数字で表示され、カラータイマーの音声も、ウルトラマンで使用されていた音源と同じものが使われている。以前は、本家のスペシャル番組として類似した内容が放送されていた。番組の企画自体は、古くからあったが、t o k i o が出演するようになってからは、ザ・鉄腕・ダッシュの特別編の位置づけになった。2021年の元日は、 ウルトラマンダッシュに代わり、2021年元日はダッシュと夜更かしの第一部として、ザ・鉄腕・元日・ダッシュと題して、通常の企画のスペシャル版を放送した。2022年の元日には、ウルトラマンダッシュとして2年ぶりに復活予定。MC は、t o k i o のメンバー3人と、横山博志、岸歌、森本慎太郎。 藤原上一郎を加えた7人で担当する。この記事は以下のカテゴリでも参照可能鉄腕。ダッシュに関するカテゴリウルトラマンダッシュに関するカテゴリありがとうございます。